よし、じゃあ行ってきます。行ってきます。バイバイ。バイバイ。よし、熱っ。みなさんこんにちは、キャラメルちゃんです。今日は車中泊に行きます。イエーイ。たこ焼きですって言って大きい声で言って、たこ焼きですって、たこ焼きですって言っていいよ。上手にできたね。今日はですね、前に一人で RV パークに泊まりに行ったんですが、阿武町まで行ってみたいなと思います。また、今ね3時前なんで時間通りに着くかちょっと不安なんですけども、まあ、キャンプ場よりかは、道の駅で車中泊をしたいというふうにね、キャラメルちゃんが言ったよね、うん、なので、ちょっと阿武町まで行ってみたいなと思います。今日はね、晩ご飯は車の中でお料理できんでしょう。ちょっとまだ父ちゃん準備してないから、うん、なのでお弁当買おうと思うけどいいかな。うん、いいよ。みんなオッケー？お弁当でオッケー。じゃあそうしよっか。今日は僕にモノマネもしてもらうからね。うん、どんなとこ？じゃあやるよ父ちゃん。じゃあやるよ。いいよ。なんじゃこりゃ、喉に入るね。なんじゃこいよ。おしゃべりしながらゲームしたらいいんだよ。おしゃべりしてからわーとか言いながらできた。いやそういうことじゃなくて、いやできたーとかね。やった、上手にできた。できる。そうそう、なんかよくやるじゃん。YouTube でよくあるじゃん、そういうのが。こうゲームしながらあーとかわーとか言う人が多いじゃん。あの人ね、ヒカティンさんね。ヒカティンさん。参った。トイレあるよ。トイレ行きたい？俺もトイレ行きたい。じゃあまずトイレに行こう。あ、閉まってなかった。もう一回閉めてくれ。俺トイレ行きたい。あ、ここね、前ね、父ちゃんね、面白そうなの見たんよ。一緒に見てくれる？うん、あ、これトトロのバス停だって。トトロのバス停、こんなのがあるんだね。まあ、とりあえずおトイレ行こうか。トトロが来るんか。猫バスが来たらいいよね。もしかも、わしも。よし、じゃあ晩ご飯はこのサンマートで買いましょう。はい、前回はですね、一人で来た道の駅阿武町ですが、今回は、キャラメルちゃんとたこ焼きくん、3人で来ました。今日はね、絶対大変そうだと思ったんで、お酒をね、買ってきてません。シラフでずっとやるような感じになりますが、子供たちは今あそこで遊んでるみたいです。はい、ということでね、とりあえず設営、設営っていうのかな、まあそんな感じのことをやっていきますが、今ね、ちょっと中散らかってますが、こんな感じになってます。この下にね、バッテリーとか入ってまして、これからベッドを広げていくという感じになります。はい、とりあえずね、こんな感じになって出ます。
で、この辺にある荷物っていうのは、まあ、寝るときに使う枕だったり、まあ、キャラメルちゃんのとんかつはこの上に行ってもらおうかな。あとは食べ物とかだったりするので、まあまあ、いらないものは助手席ぐらいに置いとけばいいんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりこうやって、ある程度の人数で来ると、ここですよね、ここにテーブルを合わせた方がいいような感じがしますので、この辺はちょっと課題かな。一応ね、この横に隙間があるんで、こっちは見えないか。一応ね、ここの横に隙間があるということは、ここにね、足を立てたりとかできそうなので、そうですね、まあ、これはちょっと近々考えようかなと思います。父ちゃん、これなんなん、これ。ね、父ちゃん、これなんなん。ん？これ。それはね、充電するところ。充電？うん。で、電話を充電つこ？そう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 。ひぃ、ひぃ、ひぃ、ひぃ。父ちゃん。ん？これバリアステーションよ。バリアステーション？これバリアな。バリアステーションよ、わかった。だからタッチしないでね。ひぃ。わかった。ね、バリアステーション。わかった、わかった、バリアね。だから折れてもいかんで。わかった。ひぃ、ひぃ。ヒー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 。これはプールじゃねえ。あれ持ってくればよかったね。あ、水中メガネ。向こう行ってみようか。うん、暴れたか。暴れちゃいけんけんね。あ、寝とるぞ。気持ち悪かった。気持ち悪かった。あ、夜7時までやっとるって。え、じゃあごめん、これ何時にある。あ、それはね、もう夜はやってないよ。え、なんで。じゃあ朝は。朝もうかな。僕らは一緒と誰が言ってるかやっとく人おったじゃん。おったっけ。ちょっと待ってよ、これ見てみよう。いくら。あ、これご飯屋さんじゃん。ご飯は買ったから、わ、夜8時半までか。もうちょっとしたら来ようか。じゃあ8時半ですね。まあ600円ぐらいなんじゃないかな。8時半ですね。なんかお金あるとこ。あ、お金持ってきてないわ。え、心見て、ちょっと見せて、ちょっと見せて。何も見えんのじゃない。え、見てみたかったな。あ、見てみたかった。じゃあ後でお金持ってこようか。うん、見てみたい。あ、暴れる人。ちょっと、俺ね、ミームスに悪いことしたり、カイちゃんが悪いことしたり、ちょっとね、誰かがごめんなさいって言ったり、カイちゃんがごめんなさいって。朝ごはん。たらいいじゃん。で、じゃあ俺のとこに近づいたらいいじゃん。大きい声は出さないよ。はい。夜だから。うん。他の人たちもおるからね。うるさいって言われるから。そう。これでいい？うん、父ちゃん、なんかここ秘密基地みたい。秘密基地みたいだね。うん。あ、気持ちいい。でも俺のもん。ああ。ねえねえ、もんちゃん、なんか帽子ここに置いとるじゃん。だってじゃね。なんかここで、なんか流しそうめんできるかもしれん。ここに、
竹を乗せて、それで行って、それで上手に取る。こうやって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 多くするもんじゃん。はい、いいかな。うん、それでいいですか。うん、どうじゃ食べていい。いいよ。それなんだっけ。イカ。イカじゃねえ。いただきます。チャラメルちゃんセレクションはこれです。こだわり海鮮丼、美味しそう。美味しい。ちょっとイカ美味しかった。お子さん向いて閉めて後ろ。うん、じゃあ閉めようか。寒いてね、もんちゃん寒いよね。寒くない、俺は寒いじゃあ僕が買ったのは鮭おにぎり。ね、俺お皿がないと食べる。お皿いらんいね。俺ね、こぶししちゃって。じゃあティッシュやってあげようか。うん、はい、こうやってティッシュの上で食べたらいいんじゃない。こうやって置いとったらいいか。そうだ ね、 ね。じゃあこの分はここに置いて、うん、セット自動販売機。いや、美味しそうだねこれ。うん、美味しそう。これお醤油がついとるわ。ほんとじゃ。お醤油をつけて食べるんじゃない？じゃあ醤油つけようか。ソースは？ソースがそれだね。ね、父ちゃん。お醤油全部かけた？ね、父ちゃん、早く持ってきて。じゃあ父ちゃんこれ、季節の松花堂弁当。ちなみに今日はですね、こんな感じなので、この中で調理をするのはもう不可能だなと思ってお弁当にしました。僕はおにぎりとパンだったかな。うん、でキャラメルちゃん、あ、これ僕大好きなやつじゃんいる人。はい、うん、食べていいよ。ちょっと、ご飯食べたらみんなでお風呂入ろうか。うん、ね、あそこ温泉があるから大きいお風呂行ってみよう。楽しみじゃんね。今日3人でみんな一緒に入ろうや。うん、ね。なんでたこ焼きくん言わんかったの。たこ焼きくん出してってどうぞ。おやつのガムのゴミを取れ。それでこれは朝ごはんに。朝に食べる。お、すげえ、イカ全部食べたの。すごいね。ともちゃん、これもね、朝ごはんにする。なんでそれまで。それガム、ガムも朝ごはん。ガムも朝ごはんにする。はい。ね、ともちゃん、ね、早くどう。よし、じゃあ今からお風呂行きますよ。はい。はい、大きな声出さないって言った。わかった。はい、忍者みたいにした。よし、わかったね。よし、行きましょう。いや、お風呂気持ちよかったね。僕もどうだった、お風呂気持ちよかった。気持ちよかった。冷たいのと熱いのだった。ねえ、両方入ったよね。熱いお風呂があったね。熱々お風呂、熱々お風呂もあったよ ね、 たよね。うん、お湯だったって熱かった。そう、泡のお風呂とかがあったけど ね、 ねえ、泡のお風呂とか、あとお外のお風呂ね、うん、お外のお風呂とかがあったら最高じゃけ、うん、今度そういうとこ行こう。いいね。うん、ねえ、どれ食べる。うん、これ食べたい。僕はそれ、こう、うん、100円と10円が4個ね。うん、よし、こう入れて。うん、よし、でいいか。よし、じゃあ食べて。ペットボトルしか、こぼれるこぼれる。静かに静かに。
頑張るよ。来い。来い、青鬼。青鬼が持った。怖い。でも青鬼ゆっくりの方がいいんじゃない？青鬼ゆっくりの方がいい？いいよ。うん、じゃあゆっくりで。だって捕まるから。そうだね。ピカチンの青鬼、お願い、ピカチンの青鬼にしてください。何今の？お願いします。ピカチンの青鬼に出てください。こっちが。え？うん、これでクリアだって。できたじゃん。すごいじゃん。え、今度はこの分なん。そう、それを押すんだって。押してごらん。なんか出てきたね。それをね、押したらいいんだね。うわ、なんかすごいことになった。青がね、2つ、2個以上あるところ、この辺。あ、サッカーがある。わ、すごい。あ、クリアだって。へぇ。今度は何をすん？サッカーとこれ？大丈夫？落ちた？そうそう、トイレ行ったの。あ、そうそう、僕トイレ行ったよ。おしっこ歯磨きする前にやったもんね。あ、父ちゃんも落ちた。じゃあ父ちゃんが怖い話して。じゃあ海がありました。海で夜泳いでいると、海の中から引っ張ってくる手が出てきました。そして僕を海の中に溺れさせようとしました。そして僕が足をガバッて掴まれて、助けてって言いました。誰が僕？僕でね、みんなね、おトイレ行きたいときは一人で行っちゃいけんよ、絶対。ね、父ちゃん起こしてよ。うん、じゃないと悪い人にね、連れて行かれたりしちゃいけんけん。そしたら父ちゃん起こして。とんかつは一人で行ってきなさい、行けんけん。え、とんかつかわいそう。かわいそうじゃない。じゃあとんかつも一緒に行ってあげようね。よし、じゃあ車の中に入りましょう。そしたらゴロンして。寝ます。じゃあ寝にしましょう。いいですか？はい。いいですよ。はい。じゃあおやすみ。おやすおはよう。よく寝れた？寝れましたか？はい、それで決まり。はい。何その顔は。
あ、何がいいんですかね。よし、じゃあ皆さん行きますよ。はい。うさぎさんの餌があるよ。やりたい。やりたい。ちょっと待って、お金払うから。斉藤ちゃんがお金を取っています。お金を入れます。お金を入れます。100円を2つ入れます。100円を2つ入れましょう。入れますよ。はい。はい、じゃあ1個ずつね。はい、1個ずつですね。え、今もっとすればよかった。うさぎちゃん。あ、ちょっと待って、俺も。ちょっとおいしいかい、うさぎ。とちゃん、俺こんぐらいにします。そんぐらいにします。いいよ。あ、ちょっと待って、俺かわいいうさぎがいい。何これ。お、ひげがいっぱい生えてるうさぎじゃ、これ。おじいさん？おじいさんウサギじゃね、これ。うん、食べた。あ、僕のちょうだいってきたよ。面白い。食べたいのか。じゃあ来い来い。お、来たよ。じゃあ来い来い。網の中にちょっと入れてあげたから。そう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 。びっくりした。おい、餌だぞ。おい、餌だぞ。おい、餌が来たぞ、餌が。餌が来たぞ。見よってごらん。餌が来たぞ。ほら、食べるから。むしゃむしゃ。ああ。なんか言うたね。ありがとうございますって言ったのか。おもじゃ、牛が近づいてきた。僕が牛を呼んだんかな。あ、この人見とる。おーい、当時ブランコやってみようか。いい、楽しいよ。しっかりと。え、父ちゃん、ブランコおる。ブランコおる。よし。はい、これなんでしょうか。牛乳。正解。じゃあこれを見しとこうね。牛乳です。牛乳を今コップをもらったから、これ一人一個ずつね。はい。給食みたいな感じよね。給食はこんな上になんかこんなんがないよね。え、こんなんない、うん、どんな感じなの。普通に開けたらもう飲めるようになってる。あ、そうなの、うん、父ちゃんの子供の頃はこんな感じだったわ。大変じゃね。うわ、美味しそう。キャラメルちゃんから。あ、この牛さんの牛乳か。いただきます。いただきます。はい。まだいる。まだいる。かわいい。美味しい、これ。アイスクリームもどんな味なんかね。アイスクリームも食べたい？そうか。おー、沸いた。じゃあいただきます。ちょっと待ってね。こっち、こっち。お父ちゃん。いただきます。はい。ちょっと開けてほしい。硬い、味が欲しい。おいちゃん、欲しいの。おいちゃん、これ何だって。